ますか。コンテンツアップデートです。止まって。ベルカーラとバルファルク君がやってくるそうでございます。さあ、だな。ELC 買っとけばよかったな。まあいいや。さあ、また明日以降でいいや。なんか、ものすごーく、なんだっけ。ゆるキャラみたいなやつがあるんだよな、確か。まあいいでしょう。今日は、そんなことよりも、アップデートを見に行きましょう。で、まあ、枯れないってことはねえだろ、わかんねえけど。ちなみに、なんだっけな。先行で応募したイベルカーナの重ね着もらっといたんで、犬くんをイベルカーナにするか。どこだ。犬くんをイベルカーナにしよう。先だってもらっといたんだ。まあ、いろいろ言うこと、言いたいことあるんだけど、ぶっちゃけ、あれなんだよね。あれ、選考っていうか、応募する必要あったのかっていう形式ではあったんだよね。まあまあ、いいだろう。細かいことはいいんだ。イベルカーナ、なりきり漂流。出た。ああ、イベルカーナだね。ずいぶんちっちゃいイベルカーナだね。乗れるんか、これ。はい、乗れますね。乗ってるな。これ連れてきてえけど、これやりたかったらソロ狩りしなきゃいけないんだよ。まあ、モーションは犬だよ。イベルカーラだ。借りに行く前に出たな。これでもこれがありなんだったらさ、まがいまがろとか出してほしいんだけど、これ。いやもう全モンスターこれ出せばいいじゃんね、4足の。これありなんだったら全部出せよっていう。そんな気がするな、これ。これあれかな？右側にいる匿名騎士に話すと、イベルカーナ直行っぽいな。バルファルク、どっちがいいかな？まあ、イベルカーナ先だな。とりあえず。とりあえずイベルカーナやるか。カメ舐めて。多分この開国モンスターはバルファルクだと思うから。とりあえずやるか。匿名騎士セルバジーナ。霊気を滑る。この人か。こんなやついたっけ？お、竹木炎よ待っていたぞ。貴殿に討伐してもらいたい古竜がいるのだ。相手は漂流イベルカーナ。万物を凍てつかせる脅威の存在だ。一刻も早く討伐せねばならん。我が討伐に行く予定だったのだがな。急遽別の任務が来てしまった。 おー、たらい回しかよ。他の匿名騎士も多忙で実力も考えると頼めるのは貴殿を置いて他にはおらん。では頼んだぞ、竹木炎。そっか、忙しいからお前やってこいって感じなんだ。その燃え盛る竹木、熱き心で漂流の氷を溶かしてしまう。準備ができた父姫からクエストを受注する。まあ、誇りにかけるんだったらお前も借りに行けよ。氷 流出現です。ああ、やっぱ来てるな。あ、もう直で行けるっぽいな。緊急クエ。
あ、いきなりだ。共感のフラーズダルム。公式の記憶が皆無ってレベルの幻の古竜。へえ。なるほど。ちなみにお姉さんは、浮きの回連星にさらなる可能性が秘められている。あ、なんか、追加されるのか。アイスロットの解放をするほど武器の力をさらに引き出すことができる。すでに錬成済みの武器にも加工を施しておいた。どうなってんの？なんかアップしてんの？武器改錬成。スロット？回に適応した武器には回スロットという専用スロットがついてます。そうだね。あ、これはあれか。普通の説明と一緒か。違うな。あ、ボーナスがつくんだ。これ、あ、これつけてねえのか。何個か昨日つけようとしたよな、俺。素材がないっつってやめたんだよ。あ、なんかついてるな。属性強化、スラ級、あ、攻撃力もついてんのか。もともとどうだったんだ。あー、これはどうなの？元からなのか。あ、でも6とか7がある。あー、拡張するごとに攻撃力が上がってくんだ。へえ、すげえな。これやった方がいいじゃん。いや、またあれだね。パイクへ散々やらされる羽目になるのか、これ。あー、なるほど。なるほど。これの始め聞くか。MR6。MR6。いい調査区へ。これは別に一緒じゃね。これは前と一緒。あとあれだな。なんだっけ。研究依頼が若干変わってんだ。条件。あ、そうか。これ緩和されたのか。対象じゃなくてももらえるようになったのか。レベル8以上で1個で、なおかつドスバギーだったらボーナスがあるっていう感じになったのか。そうね、昨日あれなんだよね。何度も言ったけど、ハイレベル上げようとしてたんだよね。素材欲しくて。ああ、そっか、EX6 がないからか。EX6 の解放条件が分かんねえから。増えなくね、これ。まあいいか。アルファルクもしかしたらできないのか。 MR160 以上で出るって言ってたんだけど、もしかしたらワンチャンできない可能性あるの。これか。昨日誰か言ってたな、なんかマイセットシステムアップデートあるって。これか。ハンターマイセット。アイテムマイセット装備重ね着を一緒に登録できる。登録したマイセットが削除されたとき、マイセットでは登録されてない状態。ああ、この状態を全部一緒にしておけるんだ。俺でもしょっちゅう重ね着変えるからあんま関係ないんだよ。重ね着とアイテムと装備を登録しておけんのか。便利なのか便利じゃないのかよくわからんな。ああ。人によるんだろうな。俺、しょっちゅう変えるからな。ここまで。これと、まあ、試しに登録してみるか。でも間違えてあれなんだよな。あの、マイセットに登録してるお守り取っちゃったら、タチの装備マイセット使えなくなっちゃったんで。じゃあ、重ね着も変えるか。ファイヤーパターンで、試しに登録しとくか。どこだっけ？ファイヤー。
コロコロ変えるからな。ここまでなんか、こうしておけたいみたいにないんだよ。ああ、こっからやるんだ。アイテムマイセット。これだよね。弓を。装備マイセット。ああ、なるほどね。こっからやるんだ。面白いな。反撃別にいらない。ああ、この状態でいいのか。俺の場合、そんなになんか細かく作ってないから、必要あるかって言われると、やや、微妙な感じはある。まあでも、武器種変える人には多分、ありがたそうだな。試しにこれ1個入れとくか。ええー、あ、面白いね。なるほどね。これがあれなんだ。アイスボーンっぽい感じだって誰か言ってたけど。面白。まあいいや。とりあえず、イベル行こうか。どんな感じなのか。さあ、どうなる？これ、あれか。緊急参加要請できんのかな？ああ、できるね。よし、じゃあやってみますか、早速。イベルカーナ。殺されないことを祈ろう。さあ、イベルカーナ。そうだよね。新しいモンスターだからこうなるよね。おう。追ってるね。あ、鳥さんが。あけ残ってんじゃん。おお、来た来た来た。あ、すげえ。クソ強そうだな、これ。おお、かっこいい。おお、おお。強そう。絶対強いだろ。ええなぁ。さあ、どうなるか。まあ、これ初見なんでね。全く想像がつかないけど、俺。どうなるかな。あっさり枯れるパターンもあるからね。どうなるやら。とりあえず人来ないと無理だよな。参加者待ちたいところで。いきなり絡まれてるぞ、俺。意外と人いねえな。開始してすぐ埋まるかと思ったけど、そんなことねえのか。こんにちだぞ、今日。どっから行くんだ？からかこれもう直で開口するけど誰も入ってこねえんだよな大丈夫かな。じゃあソロ狩りしちゃうか。とりあえずやるしかねえもんな。
人来なくても、だってこれ、借らなきゃいけないもん。どうなるんだろう、これ。とりあえず行きますか。とりあえず動きを覚えないといけないから。意外とサイズ普通だな、こいつ。さあ、行くぜ。おい、じゃあ、僕、フリフリしてくるのね。はいはい。お、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ブレスってくるね。これ、あれだな。カニさん並みに範囲広いぞ、こいつ。カニさんのブレス並みに近いぞ。ここ長えな、こいつ。弱点どこだ？回り込むね。いやいやいや、やめやめ。おお、長いね。射程長いね、君。なにな、アイスボーンの時、こいつどう買ったかなって覚えてねえよ、俺。1年前だよ、だってアイスボーンやってたの。PS4 とかだよ。なんかあれだね、USJ がどうのこうのって、やってたのはこの子じゃなかったっけ？違ったかな？とりあえずブレスが長いのと尻尾が長い。動き、回り込んでくるな。まあでも怒ってみないとわかんないよね。まだ通常状態だもんね。おー。でもこれ、切れたら相当、刺激しぐらい行くんじゃないか、これ。おー。何それ。おー、何それ。何だよ、それ。なんか、氷柱が降ってきたな。押した。これなんか一撃死食らう予感するなぁ、イベルカーナ、怖。初日なのに誰も来ないんだけど。今日初日だぞ。なぜ誰も来ない？いきなりソロ狩り嫌だな。小型モンスター一撃でやられてる。すげえ。凍ってる。すごい。一撃でやられてる。すごいな。小型モンスター一撃でやられてるぞ。広いなぁ。いや、もう、ブレスもそうだし、尻尾も長いし、ここら辺はなんか、近接に切ってもらいたいよな。おぉ、強い強い強い。絶対死ぬな、切れたら。おぉおぉおぉ、ここ長えな。こいつまだ怒ってないけど、やべ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 。取ったら死ぬぞ、これ。多分。動きがまだよくわからんな。とりあえず、尻尾とブレスだな。尻尾とブレス。長い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 。長いって。蹴られる。あ、これ何？これ怒った。なんか、なんか氷が舞ってるな。ブレス2回か。ブレス2回。あ、あれだ。なんか、もやが晴れた。ただ、この倒れ方はクシャルっぽいな。なるほどな。これ切れてるよね。
怖い怖い怖い。あ、なるほど、そういう回り方するんだ。ダウン取るとあれなんだ。スバドリ欲しいな。普通に怖いわ。あ、よしよしよし。待って待って。これソロ狩りしたくないな、これ。誰か来てー。誰か助けて保れ。あれ、この動作なんかに似てるな。なんだ今の動作。どれだっけな。なんかのモンスターと似てるね、動き。飛んで尻尾、ポツンってついてくるやつは、まあ、当たり前だけど、類似のモーションだよね。類似っていうか、共通モーションか。まだまだまだって。だっけ？なんか、あれだよね。炭鉱のモンスターと似てるよね。おお、ええ。名前忘れちゃったけど。あ、モンハンは確かに共通モーションあるからね。通信入ったってことは誰か来たの？多分。いやいやいや、何それ。よし、人来た。とりあえず人来た。あ、食らうなぁ。多分、角折りと尻尾切りだよな、多分、この感じだと。はいはいはい。あれな、ステップからの尻尾か。長いね。3人目来た。イベルカーナ乗ってるな。イベルカーナ乗ったハンターがイベルカーナかるのか。ああ、どうなるかな。ビミンビン入れますか。今日来たしね。とりあえず打てるものは全部打っとこうか。打してるけど。小型モンスターが やましちゃったな。まあ、なんか、その予兆はあったけど。なんか、バギーだかフロギーが絶対あれ、ちょっかい出したら 起きるだろうなと思ったけど、その通りになってしまう。もう大丈夫か？まあ、大体の動きは見たか？回り込んだり、まあ、ブレスはいいとして、あとこれもか、この上から降ってくる系のやつと、尻尾だな、尻尾。この動きだな、この動き。この尻尾の動きが、なんだっけ、他のモンスターと似てるね。あとブレスが2回か。動き回ってればなんとかなりそうだ。あ、なんか取れた。ああ。これが、あ、角折りしたな。とりあえず角は折ったな。このなんか、氷が降るのは何状態とかあるの？あとは尻尾か。まあ、尻尾俺には消せねえからな。もうなんかしてくる。
貸してくる。なにこれなにこれ。おお、なにそれなにそれ。おお、すごい、バカつか。あ、なるほど。あ、いいね。ナイス。ナイスダウン。ただね、今作残りはひたすらなんか爆発系の攻撃をしてくるんだな。あ、テオとかでもあったの？お、いいね。麻痺。ナイス麻痺。そうな。あ、やべ、やべ。ヒカルとかで、一緒で。なんかあれだね。いろんなモンスターのミックス感があるね、こいつ。なんか見たことあるな、みたいな動きするな。あ、これも2連があるのか。ダッシュしてきて、回り込んで、尻尾でやるんだ。なるほどね。なるほど、なるほど。4人いればなんとかなりそうだな。他のモンスターと一緒で、ヘイトが外れれば、そこまででも、でもなさそうな雰囲気あるな。あとは、あれだね、素材だね。装備作るのに何が必要なんだって話になると思う。なのかな、固有大宝玉なのかな、それとも、固有の天輪みたいなやつがあるのかな。出る。早速送流してるじゃん。お上手。この感じあれかな。俺以外全員なんだ？親切だけど、一方は切ってくれない感じか。みんな太刀かな？俺以外太刀だな。あ、もう終わるじゃん、これ。普通に終わるぞ、これ。これ、勝てるな。とりあえず勝てそうだな。尻尾は切れてないけどな。なんか撃とうとしてる。おお、あ、これ爆発すんだ。怖い怖い怖い。あ、死んだ。いやー。すごいな。おお。終わった。なんかよくわかんないけど、普通に終わったな。もうなんか、氷の壁みたいなやつにぶつかると飛ぶんだ。すごいな。俺以外全員タッチか。面白いな。全部重角か。ここは、あれかな。捕獲。まあでも捕獲できないからな。なんとかやるしかないかな。まあ、最悪、自分もタッチで来るしかないな、これ。意外と何気にする必要はなさそうだな。普通に張ってても大丈夫そう。ブレスと尻尾だね、こいつは。どっちかっていうと、ブレス2回と尻尾2回って感じか。さっき似てるって言ったモンスターの名前確認するか。あ、尻尾出てるね。あ、報酬で出るなら全然問題ないな。回数こなせば。感覚。感覚か。面白い音楽だ。これあれなのかな？アイスボーンなのか。あー、でも何度かやらなきゃダメだろうな、おそらく。とりあえず全然勝てたね。あとはバルファルクだな。バルファルク出るのかな？とりあえず勝てたな。普通に勝ったわ。そうよね。マスターランク10以上だから。
お、高き炎、我に代わってイベルカードを討伐してくれたのだな。心より礼を言うぞ。王国を救った後もとどまることを知らず、磨き上げられていくその腕前。匿名騎士としてスカウトしたいほど。そのようなことをしては、カムロの里に無礼であるな。今の話は忘れる。てかさ、こいつ、だっけ？ 全然記憶入れんだよな、こいつのこと。さて、それとは別に綺麗にだけは伝えておきたいことがあるのだ。我ら匿名騎士は現在、女王からの極秘任務を進めている。とあるモンスターの追跡と調査だ。この任務が難航を極めていてな。未だ捕捉にも至らず、もうしばらく特許を要するであろう。ただ、この先危険な事態と陥ったならば、貴殿の力を借りることになるやもしれん。このことを頭の片隅に留めておいてくれ。え、なんだ、匂わせか。これ多分、あれだよね。次回の予告か、これ。多分そうだね。ああ、じゃあまた追加があるんだ、これ。ありがたい話ではある。イベルカーナ素材の加工法を調べてたんだけど、面白い話を見つけてさ。なんでもその素材で作った武器は、イベルカーナの防具と一緒に装備するとさらなる進化を発揮する。なんだそれ？あ、全身イベルカーナじゃないといけないんだ。使いになること間違いなし。試してみるっけない。何それ？なんだそれ？恐竜派生の特殊な性質。イベルカーナの素材から作られる武器は、スキル、表記錬成が発動しているとき、納刀中に表記ゲージが溜まりやすいという特殊な性質を持っている。納刀か。弓と相性悪くねえか、これ。納刀中が溜まりやすい。はい。ああ、そうか、武器あるんだ。あ、あるな。恐竜派生。わ、出たー。弾いるわ。ゼロ弾って書いてある。爪もいるじゃん。しかも今ので出なかったよね。翼と爪か。じゃあ、あれだな。爪狙いしなきゃダメじゃん。わあ、弾狙いか。めんどくせえ。まあ、やるしかねえよ。こう作りたいのはここだもん。あ、B な。うわ。お、マジか、これ。オドガロン素材もいるのか。クソめんどくせえ。保留大宝玉。準備。わあ。ゼロ玉2つじゃん。これめんどくせえ。わあ、オドガロン買わなきゃいけない。なんだこれ。あ、ジェットパック、ウェルカム。Is the bar for now fighting good? I'm still at work. I haven't done it yet. ああ。あれ、どう言えばいいんだろう。I've just beat once. Now? とりあえず、一回だけ買った。Just once I beat him. So, なんだ。From now, I try to repeat to fight him with him. こっから周回よ。なんかね、まあ、ここまで強くない。なんか。バルファナ is not so strong. But, あれ、I have to make a weapon and equipment armor set. So, maybe today I should play beat him so many times. パラミュートスキン。What is パラミュートスキン？パラミュートスキン。ああ、ガルクね。ワンちゃんね。ああ、ドッグね。
うん、そうそう、これ、いやいや、で、あれだよね。バルファルナス、アウトフィット。いやいや、うん。Emotion is just dog, but this looks is bar for now. Yeah. とりあえずね、貼らないといけないね、また。ウェルカーナ。この。イベルカーナ全身に氷をまとう特徴がある。身にまとっている氷を複数箇所破壊することで、ああ、氷を破壊するんだ。力を抑え込むことができるので、うまく狙っていきたい。また、イベルカーナの作り出す氷の壁は破壊が可能。氷の壁に行動を妨げられるような場合は、壁を狙って破壊を試みるのも一つの手だろう。とりあえず素材が欲しいね。全然出てねえな。V 破壊報酬ばっかりじゃん。3パー。これ爪と尻尾だよな。どっちだろう。これが翼かな。いやー、爪壊すの大変だな。しかしたら、だよな。何がいいんだろう。貫通で爪狙いまくるべきだな。貫通じゃねえや。どっちがいいんだろうな。近づけないんだよな。電車で行ってみるか。ベリオ。ここから集会が始まる。金ないんだよ。全部作る必要だけないんだよ。まあでも作りたいよ。どうなんだろう。昼見てねえけど。すげえな。氷属性攻撃強化レベル5あるぞ。属性。遺伝性。応答術。完全にあれじゃんね。天使キルじゃん。弓関係なくねえか、これ。刀はある。全武器あんのかな。ああ、全武器あるね。これ全武器あるってことは。あ、じゃあ何？で作りたかったら弾3ついるじゃん、これ。あ、めんどくせえ。めんどくせえ。さっき、なんか、モーションが似てるって思ったやつってどれだっけ？あ、メルゼナだ。メルゼナの尻尾の動きに似てるんだ。そうだ。とりあえず、爪か。しかも、まさかのオドガロンじゃないの。ナガロン素材いるのか。あ、めんどい。多分今日じゃ作れないな。とりあえず弓だけ欲しい。弓だけ作りたい。あ、弾。ここだな。ここだけ頑張ろう。ここら辺は、いるのかいらないのか確認してからでいいな。いらないわ。とりあえずこれだけ作ろう。ファルクは？ファルク見たいんだよ。出るのかな？ファルク。
なんか、先に、ブックマークついてるの何なんだ？こんな表記あったっけ？このアイコン何？このマーク何？ そっからだったけど このマークは何や？これもアップデートなのかな？なんか知らないマークついてんだけど。え、何？ああ、記録。どうやって出るの？いたいたいた。普通にいるんだ。普通にいるな。ああ、なるほど。ここにいるんだ。そっか、海域に出るんじゃなくて、普通にゲストとして存在するのか、バルファルク。海国バルファルク、かっこ、格用。海国式格用のバルファルク。こいつ、超絶名前長いな。海国バルファルクかっこ格用 これさっきツイッターでも言ったけどさ、リゼンなんだっけ、クリムゾングローバルなんとかなんだよね。当然長い。ウィズンクリムゾングローバルストラックス。名前長すぎでしょ、これ。当日名前長いな。おもろいな。これおもろいなぁ。じゃあ、どうすっかなぁ。集会行く前にバルファルク行くか。そうだね。このままただの集会やるんだったらバルファルク見に行こう。バルク見に行こう。ちなみにバルファルクって何聞くんや、こいつ。バルク。僕も怖えんだよな。とりあえずじゃあ見ちゃうか、もう。挑戦しよう。どれでもいいのか。ファルクどれでもいいんだったら、貫通のどれかしょってっか。攻撃力高いやつがいいんじゃない？どれでもいいんだ。これがいいんじゃない？錬金やってないね。風紀人情か。くれ。あ、もらった。風紀人形冠。ありがとう。いいのに。残念だ。まあ、とりあえず、立ちは別にそんなに急いでないから。
これにしようか。100か。そうだ、いったもの。100。90。配信ないよね。こう考えてみる。じゃあファルク行きますか。奥福バルファルク。回ってねえけど。奥福バルファルク行くか。とりあえず行くか。いい克服バルファルク書くよ。はい、克服知識書くよのバルファルク。あげえよ。まあいいや。さあ、行ってみようか。行ってないってことはねえよ。わかんねえけど。どうなるかは知らん。とりあえずやってみないとわからん。どの程度強いのか。そうかな。怪異克服系って、スピンモーションとか、確か追加されてなかったっけ？新しい爆発とか。なんかそんな記憶があるんだよ。テオの時とかは確か赤くなってたよ。あ、通路あったんだ。時間かかりそうだな。新しい装備は使わなかろうと作っておきたいよな。とりあえず作りたいよね。よろしく。とりあえず死なないように。何度でけえな、こいつ。めちゃくちゃでけえな。かっこいいな、バルハリク。これ、めっちゃでかくね？金管ぐらいあるんじゃねえか。めちゃくちゃでけえぞ、こいつ。サイズ、どちゃくそでけえな、こいつ。
随分緩慢だな、動き。おお、すごい。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ強いぞ、こいつ。待って、めちゃくちゃ強い、こいつ。これ、持ってないのに、こんなダメージ食うの。これ、こいつやべえぞ、多分。イベルカーナはなんともなかったけど、バルファルクやべえな。こいつ強えわ。うわ、強え。強え、強え。これ、マジで一撃で死ぬぞ、これ。うわー、死んだ。やべ、超強え、こいつ。これ、防御を上げてこないとまずくねえか、これ。うわー、やばい。超強い。軽く強すぎんだけど。やべえな、こいつ。めちゃくちゃ強えぞ、こいつ。やれないぐらい強いんだけど、こいつ。いや、バルファルクめちゃくちゃ強えな。おお。強いよ、こいつ。全然太刀打ちできる気しないんだけど。めちゃくちゃ強え。やばい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 。めっちゃ強えな、これ。ルファルクやばいな。こいつめちゃくちゃ強え。おお、爆発した。おお。おえおえ。怖い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 。うわ。死ぬ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 。死ぬって死ぬ。また死ぬ、また死ぬ、また死ぬよ俺。怖いよ。強いバルファルク。よ、てか原種から強えもんな、バルファルクさん。あー、でもねえな、こいつ。飛んでった。これ飛んでくるやつだろ。うわー、すごい。
負けたらあれだな、防具強化するべきだな。まあでも、あまり意味なさそうだけどな。強化したところでこれ、そもそも当たったら死ぬわ、これ。それでもやらなきゃいけないわけだけど。運用。どこ当てるといいんだ。全然ダメージ通ってなくねえか。ナイス、尻尾切った。ありがとう。尻尾切った。いつの弱点どこなん。翼じゃなかった。違うな。どこ、あ、でも翼だな。ダウン中以外の翼か。弱点。弱点っていうか肉。どこ狙えばいいんだ。スワドリある。受けて受けて受けて。お、いいねいいね、ナイスナイス。ダウン中はあれだね、ダメなんだ。ダウン中はどこ狙えばいいの。お腹のあたりってわけでもねえのか。そこか。ナイスナイス。あ、なるほど。これで止めたのか。なるほどね、なるほど。初めてでもないのに、なんか初めて買ってるみたいな言い方してる。だってこんな強いやつ、なんでも戦いたくねえよな。なんか赤くなってる。なんか爆発した。あ、ナイスナイスナイス。うわぁ、やめろやめろやめろ。ああ。えぐいー。えぐいー。うわぁ、これ、一撃が、半分以上持ってくから、言いたかったな。取ればよかった。これは、とんでもねえな。アルファルクめちゃくちゃ強いぞ。うわ、マジか。ええ。マジか。いやー、困ったな、これ。これ、勝てるか？おー、マジか。いや、これきついな。これ確か防御、解放されてたよな。金ないんだよ。いや、やるしかねえよ、これ。金積むしかねえよ。多分ね、足んねえと思うんだよな。
これでとりあえず最大強化まで出したな。これさ、防御防具回転生したら、あ、そうか、想定はないのか。こっちあんまやってないんだよな、俺。まあ、っていうか、そもそもやってないんだよな。いやー、厳しい。厳しすぎる。まあいい、まあいい。とりあえず、もう一回行こう。いや、めちゃくちゃ強えぞ、こいつ。いやー、強いなー。いやー、これ大変だ。今日こいつに勝てる気しねえんだけど どうなるかな。いや、まあもう一回行くよ。とりあえず。全然足りてねえぞ、回復。いや、でもなんならネフィリムで行った方がいいまであるな、これ。ネフィリムで行ったところで死ぬからな。これ、メルゼナと一緒で2撃目当たったらアウトなんだよな。1回の攻撃のダメージが6、7割食らうから、2回連続で食らったら速落ちっていうパターンなんだな、これ。うわ、これしんどいな、おい。帰ってくる。おー、また、めんどくせえやつ来たな、これ。メルゼナ初見でやった時と同じぐらいのなんか通じない感あるぞ、これ。
要するに当たっちゃいけないやつじゃん。これ何度もやるしかねえな。うわぁ、きついな、これ。やるしかない。とりあえずやるしかない。きついなぁ。で、出るのか、こいつ。絶望感結構あるぞ、これ。うわ、しんどいなぁ、これ。しんどいなぁ。やれる気がしねえんだけど。やれる気がしねえよ、やれる気が。全然太刀打ちできない雰囲気ある、これ。えぐいよ、これ。だいぶえぐい。やりすぎ。うわー、めちゃくちゃ強えぞ、これ。まあ、最悪ね、フィルムで一回やってみるかな、もし、4、5回勝てなかったら。お、きついなぁ。これ、攻撃当たってたら絶対勝てねえやつだ。で、出る気がしねえよ。マジで勝てる気しねえ。出る気がしねえよ。バゲボンみたいなって硬さなの。いいんだけど。いける気がしねえよ、マジで。ああ。えぐいな。本当に勝てるんか、これ。出る気しねえんだけど、俺。まあ、あれよな。エルゼラン闘技と一緒よな。当たらないようにするしかないよ、これ。攻撃パターンを覚える以外にないな、これ。で、人来んのも、一人じゃ絶対勝てねえわ、これ。とりあえず行くか。行かないと覚えられないから。飛んでった。いや、飛んでった。いやー、これは難儀だぞ、これ。気がしねえんだけど。え、勝てんのか、こいつ。
ネジが全く通ってなくねえか、こいつ。うわー、強い。あれだ、これ。これ、強化した意味ねえな。強化したところで、意味ねえわ、これ。一撃で、6、7割持っていくな。どう戦ったらいいか全然わかんねえわ。うお。こいつもあれだ、逃げき、2回攻撃していくんだ。いや、マジ、イベルカーナが優しく見えるな、マジ。基本、うわぁ。基本2連撃してくるな。逃げ際当たったらもう落ちるじゃん、これ。いやー、辛いな。基本的に2回攻撃してくるから、2回当たったら落ちるな、これ。うお。怖い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 。うわ、うわ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 、いや、つらい。エリキシってよ、俺マジで。とりあえず避けていかないとダメだな、これ。攻撃欲張ったら死ぬわ、これ。積極的に回避する方陣。攻撃回数を欲張るんじゃなくて、避ける方にしとかないと、これマジで終わる。さっきのでかいバルファルク借りたかったな。絶対あれ金刊だったよ。さっきと全然サイズ違えもんだ。ナイス。いよいよ、気絶取れてる。どこがいいんだ？お腹なのかな？なんか。腹が弱点。いや、でもこんなことないな。この状態か。はい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 。怖い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 、やめやめやめ、怖い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 、すげえなこいつ、やめやめやめ、避けた避けた避けた、うわ、え、なんで当たった今、避けただろ俺、わあ、マジ怖え。怖い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 、ん、これ襲撃、おー怖え怖え怖え、
怖え。なんか来る。この状態めちゃくちゃ強いな。いいよいいよいいよ。あ、またまに1割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 。あ、オッケーオッケーオッケー。ダウン取れてるよ、いいよ。ナイスナイス。うわ。待て。あ、尻尾切ってる。尻尾切ってる。さっき取れなかった。取ろう。いや、強いわー。強い。こいつ。本当に当たらないようにしないと無理だな。凄まじいな。のんびりしていったら終わりだわ、これ。これまずい。ああ。やっつよ。どこ行った？いいな。イエス添えてる。こいつまひらないのか。だいぶ打ってるんだけど。うわあ。うわあ。すごいな、これ。わ、なんか出た。V 破壊報酬で弾出たわ。この情けない映像を撮っとくか。負けたけど弾出たわ。頭部赤いが報酬で弾出るんだ。ありがとう。ありがたくいただく。いやー。本当に勝てんのか、これ。出る気しねえんだけど。いいなこれ。出る気しねえ。あー、マジか。出る気がしない。あー。でも勝てる気しないんです。
引き捨て。どうするこれ。捨てる要素ないんだけど。3回目いきます。どうなんだろう。ちょっと待って。テストだけ。何これ。今日これに勝てないで終わるんじゃない。マジんだけど。てかそもそもまひらないよね。なのこれ。とてつもなく強いんだよ。はいぞ。かな、防具はないのかな。それとも、これじゃないもんな。これじゃないな。多分リバルなんちゃら的な。そうだよな、ここの敗北系の。そうか、これ勝たないともらえないやつだ、多分。そうだね。敗克服系の保留は、ペースト報酬だから。いやー。これは大変だ。低いねー。何気に、これ作れるね。何気に作ってないんだよな。バルファルク級。ああ、これ後で作るか。まあ、防具次第だけど。なんだから、絶対使わないんだよな。絶対は言い過ぎだけど。これが噂のあれか。追加されたやつか。縫製の琉球。後で取るか。縫製の宝玉ってなんだ？何で手に入った？これってイベクエだっけ？だったかな？ラスジ。ああ、そうだ。これだ。これの素材だ。USJ 素材か。いやー、もう一回行きますか。三度目。三度目ですよ、これ。強いな、バルファルク。全然勝てる気しねえ。有名所願望よくわかんない。ええよ、俺。お強いな、バルファル。太すぎるよ。変のこんなやつに。今のところ2連敗よ、俺。
る気がしね。出た。機敏打つ意味あんのかな。なさそうな雰囲気あるよ。とりあえず、真ん前には立っちゃダメだっていうことだけは分かった。それしか分からん。こいつ、機敏、相当打ってるのに、全然まひらないんだよ。あ、ヒットは。次回だけか。交流大事だな、ここまで強いと。あ、ついきついきついきつい。今度行った方がいい。とにかく死なないことが大事だな、これ。回避行動優先だわ、とにかく。こうでもしないと、これ。クリアできんぞ、これ。リバルなんとか装備作るのに、周回しなきゃいけないんだろうな。変だなぁ。クリキしねえ、マジ。とにかく攻撃当たらないことを最優先にしないと。うわ、怖い怖い。待て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 。めちゃくちゃ強え。めちゃくちゃ強え。ダメージ通ってねえんだよ、その。
お、なんかさ、おー、来るぞ、これ。やばいやばい。OK。問題は次だ。あー、当たった、俺。いやー、まあ死んでないから大丈夫。死ななきゃ大丈夫だけど。この状態のやつにやったら多分即死するな。さっきもそうだったけど。いや、まあ、1割。きつい。あ、でも死ぬ。ギリ生き残ってる。あぶねえ。1ミリ残った。これ、グレート飲んでなかったらアウトだったな。全然稼いできねえよ、こんなの。おお。すげえ、つえ。なの勝てんのかよ。エレキしねえ、マジ。マジいいな、こいつ。エレキしねえ。四つ葉取り通らないと。どこだ？四つ葉取り。お、ダウン取れてる。いいぞいいぞ。ナイスダウン。いよいよ。とにかく回避優先。欲張ったら死ねえぞ、これ。ああ、いいことが大事だ、これ。怖い。逃げて。えぐいわ、この子。本当にえぐい。よし、ナイス。このなんか、何、チャージ中に一撃加えるのすげえ大事だな。って言ってできなかったね、今。いい。怖い、やめ。こっち来んな。怖え。あら、ナイス先行。あ、もう一撃が重てんだよな、この子。まだ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 。
うわ。避けて避けて。避けて。ナイスナイスナイス。よいよいよ。避けるのが大事。やばそう。混ぜてるもんな。待て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 、やばいやばいやばい。怖いよ。1割1割1割やべって、それやべって、ありがとうありがとう。いやー怖えー、こいつ怖えー、マジ怖えー、目が通ってねえんだよな明らかに。これうおー、ダメ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 、飛んでった、危ねえ。全然昨日言ったうまいこと喋ろうっていう無理よ、もうこれ集中しないとダメよこれ、とにかく避けないとダメだこれ。あーきっちい、ね、猫もさ、猫の回復ないとマジで無理これ。ガルクとか連れてこれないよこんなやつ。ダナフいるね。ダナフなんとか頼む。お、いいぞいいぞいいぞ。すごい大事。あ、なんかもう一匹来た。すげえややこしいことになってる。何がどうなってるかわけわかんない。間違ってると思うんだよ。どうした、よくわかんない移動の仕方したな。一斉にジャナフもテルレギオスも逃げてったな。すごいな。マジいい暴れっ子だな、このバルファルク。うわ、あ、でももうちょっとで終わるぞ、これ。これ、なんとかなるぞ。総流のおかげだ。倒せるぞ、これ。なんとか倒せる、多分。いいね。いや、これいける。これはいけるぞ。もうちょいもうちょい、あ、ナイスナイス決断、いいよいいよ、オッケー、やったー、なんとかなった、あぶねー、いや強かったなー。とにかく、食らわないことだな。あー。きついね。なんか、刺激重いから、当たっちゃうと、すぐ3落ちすんだな。あー、これはきつかった。いやマジきつかったわこれ。あーつら、これ多分こいつも周回しなきゃいけないでしょ。いやもう絶対当たっちゃいけないゲームだなこれ。
ああ、なんか、いろいろ出てる。これだな。ここしかもらえねえのか。人出まくってるけど。人なのか、これ。階段は多分5個いるんじゃない？これ。全身作るんだったら。いや、きつかった、バルファルク。怪異克服、滅。正しい入れ爪バッチ。バッチ出るってことは、怪異克服古竜、これで打ち止めってことなのかな？いや、きつかった。きつかったな。天星竜、怪異克服、バルファル。天星竜変異体。キリアによる暴走を克服したことで巨大な力を手に入れる。そうか。怪異克服系共通なんだ。怪奇脈動状態。だから、あれなんだ。似てるのか。怪異克服系の共通の動きやったわけか。いや、強かった。これを何度かやんなきゃいけないの結構きついな。とりあえず、1回ずつ勝ったね。とりあえずは。とりあえずとしか言いようがないね。マジックきつかった。だから物置に行くか。なぜかここも重いんだよ。不良しか。天の模型、あ、そんなのある。麦人形冠。これって何種類あるんだろう。エツバッチってどこで買えるんだろう。選択。表示されねえんだよ。買い取ってるな。これ何これ、いらないだろこれ。いろいろ取ってるな。何個あんのこれ。これいらないだろ。こんなにいらないだろ。それぐらいに。いろいろ取ってるな。なんだ、ミスショットがいっぱいあるな。よく取ってるな。メルゼナ。これでいいんじゃない？いろいろ写真撮ってるな。
どこで買えるんだろうな。前の回連製装備。そんなもん持ってねえんだよ。バッチ。エースバッチ。どこでどうなるの。でもギルドカードやん。最多狩猟モンスター、タマミツネ。あ、でも、ハンマー、意外とやってるんだ。そうだ、最初、ちょっとだけハンマーやろうとした時期あったんだよ。そうなんだよ。あ、エコーさん、こんばんは。いらっしゃい。いやー、バルファルク、超強えよ。めちゃくそ強えよ。ヒーヒー言いながらやってる。まあね、ベルカーナはね、めちゃくちゃ簡単だった。ベルカーナ was so easy, Rhythm Ballstrikes is too strong.Rhythm Ballstrikes is too strong. I failed two times. すごい、もう。3回目でようやく勝った。いやー、あれはね、今ちょうど終わった。勝ったところなんだけど、もう、あ、絶対当たっちゃいけない感じ。当たったらダメ。2回当たったら死ぬゲームだった。いやー、マジ強えよ。バルファルク強えよ。うん。ぜひ、やるといいぞ、これ。ほんとさ、久々に、なんか、メルゼナ初見の時と思った。Can I fight it immediately or do I have to do other things? マスターランク 160? 160? You, maybe you need. だよね、多分そうだよね。エコーさんしばらくやってなさそうだから160足りないんじゃないかと思ったけど。どうなのかな、ちょっと待って。貼ったら参加できんのかな、わかんないけど、ちょっと待って。俺が貼れるから参加できたりするかもしんねえよ。ちょっと待って、参加条件見てみれば。出現条件が160なだけで、参加条件は低いかもしんないから。おい。周回しなきゃいけないから、ちょっと待って、見てみる。あ、大丈夫だ。受注条件10以上だ。これ多分いけるんじゃない？多分、自分で貼ることはできないけど、俺が貼ったらいけるよ、多分。やろうぜ。参加はできるんじゃない？多分だけど。だって参加条件10以上って書いてあるから、これ多分いけるでしょ？多分大丈夫でしょう。ははっ。クソ強いけど、これ。いやー、まあでも、当たんなければ勝てる、多分。うん。当たんなければ勝てる。問題は当たったら負ける。余裕で落ちるもんだって、これ。まだダウンロードしてない。あ、そっか。全然、あ、やろうぜ。これ多分あと5回ぐらいやんなきゃいけないからな、装備作るに。それに、ベルカーナも周回しなきゃいけないからさ。
ベルカーナの武器欲しいから、ベルカーナ周回しなきゃいけない。If you're gonna be playing for Fortnite, I'll still download now and join you when you finish. ああ、いいよ、うん、そうしよう。OK。うん、全然大丈夫よ。今何時だって、まだ、全然待てるよ。1回か2回ぐらい一緒にやれるんじゃない？全然、待ってるよ。待ってるっていうか。エコーさん寝る前に1回か2回か、できるんじゃない？何時に寝るかわかんないけど。やろうぜ、じゃあ。俺、それまでベルカーナ周回とかしてるから。いや、でも面白いね。難しいって聞いたらやりたくなるんだ。ゲーマーだね、あんた。俺は逆だけどな。簡単な方が嬉しいけどな。わあ、なにこれ。あ、でも、4で装備は作れないな、多分。結構いろんな装備が要求されてるな。少なくともこれ5回やんなきゃいけないな。持ってる早く終わる？まあ持ってねえのいっぱいある。なんで今更風神竜とかやんなきゃいけないの？超絶めんどくせえんだけど。まあ、いいかな、でも。今作ろうってわけじゃねえからな。勇気変換って何これ？勇気変換って何？早替えの諸明使用中、属性耐性値は全てゼロになり、属性攻撃値へ変換される。わ、またあれじゃん、これ。よくわかんない系じゃん。青使用中、攻撃を当て続けると、属性耐性値が上昇。こと？あー、あれか。赤は属性耐性値を使用して攻撃値にするんだ。だから青で貯めろって話か、これ。めちゃくちゃややこしいな、この装備。こういうのさ、こうせなら作りたくなるよね。悪用暦。ダメすげえな。ダメえぐいな。あ、でもスタキューついてんな、これ。買えるかどうかは置いといて。天星竜の大星閃光を読めねえよ、こんな。でっかい背中の尖った方。一個も持ってねえじゃん、これ。こんなのどっから取れんの？これでも別に悪用素材じゃないんだよな。ああ、でもだったら別に克服バルファルクじゃなくていいじゃん、これ。弱い方でよくない？微破壊報酬背中。なんか壊さなきゃダメなんだ。まあ、でもあれなんだよね。クエスト報酬が必要だからな。なるほど。武器はないか。武器は、まあ、拡散だからな。っていうと俺が欲しいのはイベルカーナ素材なんで。まあだからもう一回イベルカーナ行こう、俺。で、エコーさん来たらイベルカーナ行こう。うわぁ。ほら、大変やわ。
とりあえず、あれか、部屋建てとくか。これ大変だ。Good idea, it can be warm up. うん。そうだね。イベルカーナはね、俺が戦った感じそんな苦しくなかったから。とりあえず貼っとくね、もう。先に貼っとくわ。いやー、お強。めちゃくちゃ強えな。タネギ変えよう。めちゃ強だよ。あれだな、何が言ってたっけ、俺。そうだ、爪やんなきゃいけねえんだ。電車で行こう。あ、でも、翼もか。いやー、でも、爪が5個もいるからな、爪切った方がいいな。なんなら、太刀で行くべきなんだけど。あれだな、俺気づいたけど、これ設定変わってね。マイクがオンになってねえか、これ。ボイスチャットオンになってんだけど。全然ボイスチャットなんかしたくないのに一人で喋ってたことになって。これアップでかかったからかな。いきなりオンになってたら怖いな。エコーさん来るまでちょっとトイレ行ってこいよ。いやー、まあとりあえず勝ててよかった。一回は。
とりあえずなんだっけな、あれ解放されてるよ、なんだっけ、防具強化レベル解放されてるから一応強くはできる。やつよい。やつよだなぁ。とりあえずイベルカーナ行くかじゃ。イベルカーナどれだっけ？イベルカーナどれだ？緊急クエのどれかだよ。いたいたいた、これだこれこれ。まあ久しぶりだろうからゆっくり装備を作りたまえ。準備できたら行こうぜ。とりあえずね、爪が欲しいから俺は爪を一生懸命攻撃しよう。爪5個って多すぎじゃね？こんな1回じゃ終わらねえのが確定だよな。どうなるやろ。ここで弓作れねえと思うんだよな、これ。目5個も取るのに、一体何回かかるのか、想像もつかんから。イベルカーナって言うから開けてみたらバルファルクに全然勝てないって、すごい勝ったな。 What type is the reason guy? ね、リズンガイはね、どれでもいいみたい。てか今から行くのはイベルカーナだよ。
イズンガイは全属性通るよ。ベルカーナは普通に何？氷だから炎だね。炎。あ、竜だと思う。多分。多分竜だと思う。イズンガイの攻撃。ドラゴン、ドラゴン。多分ね。いや、多分合ってると思う。だって全属性竜以外通らないんだから竜でしょ。自分が受けるな。自分が。ボールガイリズム。そうか、今ビルドしてんのか、お父さんは。卑劣バッジってどこで買えるのかな。どこで変更。ビルドカードだと思う。ここで買えるんです。別バッジどこで設定。わかんねえ。あったな、異列バッジを入手しましたって言われた。買えるとこがわかんねえ。込み要素なの。どこで買えるんだ。レズバッジの設定方法、ゲームセッティング、ゲームセッティング、レズバッジ、解放、遠いレベル100、敗克服を討伐し、熱、あ、多くを討伐なの。じゃあこれにし。やり込み要素なの？知らなかった。トロフィー的な感覚かな。褒美にお金持ってかれたからな。セムセイでもして、孫でも、
抗菌液は1個と。決して最速じゃないから暇すぎてショートカットを選んでるだけだから。多分このピーターシュウェイジャーズボーリング気にすんだよ大丈夫だって大丈夫大丈夫。装備は問題じゃねえって。そうね。久しぶりよね。わしは、その代わりにプレイイングスキルないから。大丈夫だって、モンハンなんて寄ってたかって殴るゲームなんだから。装備は関係ねえよ。さて、本日2回目。いやー、バルバルクに苦労してたから、こいつまだね、1回しか戦ってないもん、俺だって。さあ、参りますか。さて、さて。そうだね、操作確認からだよね。わかる。めちゃくちゃわかる。俺のゼルダだよね。俺のゼルダがそれなんだよな。毎回やるときに、じゃあやっていきましょうかっつって、とりあえず操作方法からって。うん、わかるわかる。すごくよくわかる。編集してからやるっていうよくわかんないことをやってるから、操作方法がわかんないんだよね、まず。すごくよくわかる。どれで動かすんだっけってなるんだよ。めちゃくちゃわかる。これもうゼルダ早くクリアしちゃいたいから、編集溜め込んでもいいから、ゼルダ完クリしようかと思ってんだよね、最近。やっと、マスターソードとハイギアの盾手に入ったから、もう、終わしちゃいたいんだよね、スカイウォードソード。話が気になってしょうがないんだよね。いやー、でも、ボスラッシュ超大変だったよ、ゼルダ。すんげー苦労したもん、ボスラッシュ。めっちゃ大変だったもん。あれどこだ？こっちか。久々になんか骨のあるアクションやったなって思ったもん俺。ゼルダやってるとき。行くぜ。やべやべ、自分で当たり行った。
やべ、これ、いきなり死ぬんじゃねえか、俺。いや、大丈夫。普通になんとなく避けてれば勝ったからな、さっきだって。まあでも、こうやって油断すると負けるんだよな。油断は良くない。さっきたまたま勝ってただけかもしれないから。使いまくってるぞ、俺。大丈夫か、これ。めちゃくちゃ食らってんな。お、グリフィットウェルカム。怖い。やばい。そう、2回攻撃だ。こいつはね、2回攻撃してくるから。これだけ気をつけてれば大丈夫。Are you winning just once? I've just beaten him. This is second battle. ああ。よし。あかか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 
全然余裕って言ったのに落ちちゃった。ほら、油断だよ、これ。これが油断ってやつよ。やらかした。ごめん。普通に死んだわ。ごめん。普通に死んだわ、俺、今。ごめん、こうさ。完全に油断した、俺、今。なんかバルファルクに勝って気が緩んでるわ、これ完全に。さあ、言ったでしょ、だから。装備じゃねえんだって。俺みたいなヘッポがこうやって死ぬわけよ。さっき勝ったのたまたまだったっていうのが分かっちゃったな、これ。とりあえず、双竜で 失敗を取り戻すスタイル。一乙をこれで帳消しにしよう。帳消しになるかどうかはわかんないけど。とりあえず、避ければいい。てか、イベルカーナもバルファルクも逃げ気当たったら死ぬわ。とにかく避けるの大事だわ、こいつ。てか、あれだな、俺。気がついたけど。俺、爪欲しいんだって忘れてた。爪狙わなきゃ。爪狙いに来た。おぉ。爪狙いに来たんだ、俺。爪狙わなきゃ。いやー、怖いねー、怖いねー。まあまあ、俺もエコーさんも一回ずつ死んでるから、気にすんなよ 俺だって死んでる。わ、やべ。ああ、二オッツしたんで分からなくなってきたな。せめて爪くれ。爪をくれ。
俺は爪が欲しい。うわ、死ぬ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 。やばいやばいやばい。爪くれ。おとなしく逃げる。そうね。あれだよね。回避大事だよね。こいつら強いからさ。やばい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 。ほんと、ほんと、連撃がさ、怖いんだよね。おぉ。連続で攻撃してくるから。いかやく。俺は爪取りに来てるから、倒すのも大事だけど、V 破壊しなきゃ、俺の素材、欲しい素材はもらえないんだ。やめろやめろやめろ。はい、刺すのやめろよ。ブレスも尻尾も2回吐くんだよな。いや、やれれれ。射程長いんだよね、こいつ。射程が長い。やめ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 。こいつって毒意味あんのか？やめ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 。怖い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 。マジで怖え。目、目、うわ。目横説明。重い重い。ね、爪をはよこせ、爪を。爪をくれ、爪。あ、弾出た、やった。やった、弾出た。そうそう、爪狙いっす。やべえ、落とし物で弾出た、超ラッキーなんだけど。周回してなくていいぞ、これ。まあ周回しなきゃいけないんだけど、爪だって5個もいるんだもん。弓作るのに5個もいるんだもん。ラッキー、爪拾っちゃった。マジありがてえ。超ありがてえ。落とし物で拾えるのはラッキーだ。よけろよけろよけろ。あー、やばい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 。怖い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 。やばいやばいやばい。逃げて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 。おー、なんか始まった。おい、なんだ、切れてる、折ってる、折ってるね。合流。はいはいはい。二つ目。ちょっと狙えねえな。こっからだと狙えねえな。ダウン時間短えな、こいつ。切るの早くない？おお、じゃ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 。切るの早いな。
全然狙えねえ。やべやべやべ。まあ、比較的避けやすいけどな、こいつのブレス。ええな、こいつ。おい。おい。痛いな。これ、爪割る前に死ぬんだわ、こいつ。まあ、勝てりゃいいっていう考え方もあるけど。爪破壊する前に終わるんじゃないかな、これ。交流次第だな。全然割れねえなってめ。なんだろう、クエ報酬で出るかな。あ、終わった。オゲー。とりあえず勝てたな。あぶねえ。勝てえなあ。め。これを5個取んなきゃいけないの、かなりきついぞ。鍵取りで出ないでしょ、だって。多分。翼は出たな。あ、翼は剥ぎ取りでいけるな。問題は爪だな。いや、油断したわ。初回勝てたのたまたまだった。弾出た。お、よかったじゃん。弾大事よ。3パーとかだから。俺なぜか落とし物で拾ったん。なぜか知らないけど落とし物で拾った。いいね。まあ問題は次ですよ。問題は次ですよ。問題は次ですよ。あ、弾二つ目出たわ。弾二つ目出たわ。やった。これタチに使える。あ、でも爪出るな。あ、すごい、爪めっちゃ出てる。やったー。あれだ、なんだ、壊さなくても出るじゃん。あ、じゃあ周回してりゃ出るな。なんだ、火の問題か。あ、全然いけるわ、これ。あ、でもなんも出た。うん、これ嬉しいな。刀用にも欲しかったから、よしよしよし。いや、全然、ワンクエで2個出んのありがてえな。何回もやんなくて済むわ。やった。これは普通にありがてえ。まあ、いつかドアみたいなことがありそうだ。いやー、俺今日あれだな、 DLC 買っとけばよかったな。あ、いいよ、行ってきな行ってきな、気にしなくていいよ。うん、全然行ってきな。俺ものんびりしてるから、その間。俺もじゃあなんか飲み物でも取ってこよう。取りってこよう。急がなくていいよ、全然。ライトだ。ワイの B ライトバック。
かったかな。あと数回やったら、今日はちょっと、うまいかもしんね。眠くなってきたもんな。まあでも爪が、普通に食え報酬で出たからよかった。これがもし、爪壊さないと出ないんだったらかなりきつかったけど。一応、クエ報酬で出るんだったら、周回しとけばなんとかなるでしょって気分でできるから。なんだよな。爪がね、いつもめんどくさいんだよね。これ、運が悪いとマジで出ねえからな、爪。延々、V 破壊に通うはめになるから。そう考えるとね、玉よりも大変なんだよ。爪とかって。どうしようかね。あ、でも、剥ぎ取りで強欲出たのラッキーだったな。あ、でも、23% あるな。意外とそうでもないかもしれない。落とし物 1% なんだよ。まあ引けたのでかいな。まあ何個なんだろう。あと何個俺。ああ、爪が2個の翼が1個か。全然いけるわ、これ。そのうちできるわ。新しい装飾品とかも出てるんだろうね。おそらくだけど。ああ。寝ぶけがやばい。
なんだろう。防具次第だな。防具使うかもしれないってなったら面倒だから、太刀はとりあえず後回しになるんだよな、今回のことは。だよな、足がなんか強いんだよな、明らかに。足明らかに強いから、これ作る可能性ありそうだよな。だから弾もう一個必要だよな、なんだかんだ言って。弓と太刀と足。全然三ついるわ。いっぱい全身作ってみたい、見たさはあるよな。全身ラビーナ装備にすると強くなるみたいな言ってたもん。足だけで氷属性攻撃強化レベル5入るのやばいよな。冬季錬成も気になるけど。強いよな。相当してると攻撃力が上がるっていう。まあ発射するために失われるのってひどいよな。嫌がらせかよ。そうなんて。ガンナーなんてしょっちゅう撃つから DPS が出るのに、撃つたびにダメージが減るってひどいな。大きいゲージか。確かにな、試してみたいよな。やっぱり、そう考えると作りたいな。そのためには、なんだっけ、さっきも言ったけど、別の弾取んなきゃいけないんだよな、これ。ルナガロンの弾必要なんだよ。推進撃属性ってなんだ？配信発生で属性ダメージ入るんだ。なるほどな。研磨術とかついてるのか、明らかに。ガンナー装備ではないよな。近接でやってくださいって装備に。このエコーさん待ってる間に一回イベルカーナ行ってこうかな。それもありだな。待ってる間に一回行ってみるか。1カリぐらい行けるんじゃないか。どうだろう。ちょっと行ってみるか。まあでも待ってた方がいい気がすんな。眠いから次ラスクエにしたいんだよな、俺。待ってよ。今からイベルカーナ行って、そっから、公安クエってなると、そりゃそうだから、申し訳ないがちょっと待つわ。エコーさん待って、バルファルク一回やったらおしまいかな、今日は。どうするわ。今日のわしの体力多分あとクエスト1回分ぐらいだ。バルファルク装備にしよう。イベルカーナまた。装備作るのはまた後日だな。体力が持たん。
で、待とう。とりあえず、バルファルク。一回、エコーさんと言ったらおしまい、今日。忍耐あるんだ。忍耐あるってことは、ゼルダの情報ありそうだよな。お、おかえり。猫さん、申し訳ないけど、次ラスクエで、わし眠くなってきた。バルファルク一回やって、ちょっと今日は終わりにさせてくれや。ちょっとね、始めるのが遅かったせいもあって、眠気が来ちゃいました。バルファルク一回やろう。いや、でも、さっきも言ったけど、バルファルク強いからね。一回で勝てる自信はないんだけど。いや、一回は行こうぜ。全然一回はいけるから。とりあえず一回勝って終わりにしようぜ。せっかくだから。せっかく一回やろうぜ。アプリで2トリプルか。それは俺も一緒よ。俺だって、エコーさん来る前に2回失敗してるからね、クエスト。2連続失敗して3回目でようやく勝ってるから。とにかく避ける。とにかく避けないと勝てない、こいつは。
マジで何でも起こりうるよ。まあそこまで気にしなくていいよ。失敗する可能性は十分理解してるから。今日だって成功率 30% だから、ね、効率 30% だもん。マジ強えんよこいつ。いやだから勝てるかどうかは若干運次第なところあるけど、ね、避けてればねそのうち終わるとは思うんだよ。だから攻撃避けられるかどうか問題なんだよこいつは。とにかくただそれだけよ。一撃が重たいからね、これが避けられるかどうかが。成否を分ける感があるね。待ってよ。一人で行ってもさすがにいきなりはきついから。じゃあ行くか。やべ、もう貯めてる。おえー、こいつも基本2回攻撃なんだよな、さっきと一緒で。射程も長いしな。おいおそうなるんだよね。こいつマジ強えんだよ。こいつマジ強えんだよ。そう、そういう夢を見たのさ。うん、マジでこいつ強えんだよ。うわ、いやね、これはしょうがない。いかに逃げるかっていうゲームよこれ。なんか来た、セルレギオス来た。おっしゃ、乗った。ほら、あ、すごい落ち方したな。飛んでった。なんでバルファルク君そこ攻撃してくんだ。やめて、バルファルクじゃないか。
はい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 。怖い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 。リーチも長いのに動きが早いからな、こいつ。このビーム。このビームよ。怖い怖い怖い。やべ、欲張った、欲張った、欲張った。危ない、危ない、危ない。うわぁ。欲張った。いや、怖い。やべ、死ね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 。しすぎじゃねえ、俺。逃げたのはいいけど、さすがに。それは落ちすぎだろう。これは1ミリ残ったの、危なかったな。効果薬飲んでおいた方がいいの？怖い怖い怖い。どこだ？おお、ちょっとやめろ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 。いや、それずるいだろ。それずるいだろ、お前。張り込んでくるの、お、やめやめやめ、お前。まずいって、それまずいって。お、ちょ、待て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 。怖い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 。おお。四つ葉通りどこだ？四つ葉通り。おお、マジか、マジか、やめろ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 。はい、おお。やいんだよ。やめ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 。うぅ。うぅ。やばい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 。あ、終わる終わる終わる。待て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 。もうちょっと待て、もうちょっと待て、もうちょっと待て。やばいやばいやばい。あ。うわー。こんな感じっす。こんな感じですよ。はい。いやー、強いよねー。一撃重いんだよね、こいつ。そうそうそう。分かっていいね。だけど、これを、まあ、避け続ければ、意外と勝てるよっていう感じ。ただ、避けないと、こうなるっていう。
もう一回行く？もう一回。もう一回行ってみる？もう一回だけ行ってみる？どうする？ああ、じゃあこれで終わりにすっか。うん、いやいやいや、ここでやめとこう。追加でもう一個やるのは、これぐらいにしとこうか。じゃあ、うん、そうだね。俺もさっきこれラストって言ってたから、無理せずここで止めときましょう。いや、ありがとうね。すまんね、付き合わせちゃって。いやー、強いねー。まあ、またタイミングあったら一緒にやろうね。いや、ありがとうございました、ゆこさん。ベルカーナもね、バルファルクも何度かやらないといけないんで。まあ、また、タイミングあったら手伝ってちょうだいよ。というわけで、眠気も来たので、この辺でお開きにいたしましょう。お疲れ様でした。まあ、とりあえず今日俺は一回ずつ勝ったんで十分です。いやー、なんかね、毎回ね、新しいの来るたびに武器とか作れたんだけど、今回はちょっと間に合わなかった、さすがに。というわけで、お疲れ様でした。Thank you for watching, everyone.See you next time. Have a good day. Have a good night, everyone. Bye bye. じゃあ、お疲れ様でした。またねー。今日はね、体力の限界っす。また次回で。お疲れ様でした。